真珠の森の中病を治す神様です。いろんな病の動物が毎日続々お線香の煙浴びて祈るんです。はあ、峠抜き峠抜き峠抜きの地蔵は病を治す神様です。これが最後のお願いとハゲに悩んだ札抜き、藁をもつかむこの気持ち分かってくれろとな。はあ、峠抜き峠抜き峠抜きの地蔵はそこで札抜きに言いました。お前の頭がハゲるのも昔お前のじいさんがわしらを頭にしょんべんをかけてたからだ。神様神様お願いと困った時だけ神頼み、口先ばかりの頼み事わしゃもう知らん。机を頼りによろよろ死ぬほど苦しいこの痛みどうにかしてくれ。はあ、神様神様こんなにお願いしてるのにどないして今すぐに直してくれはらへん。そこで地蔵は言いました。それはお前の毎日のわしに対する感謝の気持ちが全然ないからだ。はあ、峠抜き峠抜き峠抜きの地蔵はいつもは優しい神様です。はあ、峠抜き峠抜き